はい。こんにちは、浦坂です。長岡です。南部です。三山です。加藤です。よろしくお願いします。これ前回ね、加藤さんが作ってくれまして、はい、ハッシュタグ浦坂ってこう書いてあるんです。なんでこれを置いてるのかという話でしたね。なんでなんでこれをじゃあ我々置いてるの。そもそもそう、あなんでなの。ハッシュタグ浦坂をつけてツイッターでつぶやいてくださいねと、こういう話だった。そうでしたね。なのに、はい、我々拾ってないぞと、こういう話。ああ、そうか、最近確かにそうです。ちょっとごめんなさい。え、南部さん眠気が確かに目がちょっとトーンとしてきてます。今日ね、はい、三山の仕事終わるまで、はい、俺たちちょっとねソファーに座ってたんですけど、はい、全然話進まなかったんですで眠いっす何とか言ってですかこれは。なんでだ今日雨だから。雨だよ。雨もそうです。雨気圧とあと春、春眠暁を覚えす、こういう言葉もありますしね、はい、それもある。あと、ね、花粉もあるのかな。花粉症ですか。違う違ったいや、全力を尽くしたんです、今日午前の花坂タイムズ。すごい、仕事もやるぞ。そう言われたらめっちゃ恥ずかしくない。いや、だってそうじゃない。大事なことよね。はい、いや、そうですよ。それで眠気が。あ、そうそう。で、これ、そう俺、これ全然拾ってなかったんで、ちょっと、はい、たまには読みたいなと思います、はい、そもそも、何ですか、つぶやいてる方っていらっしゃる。いらっしゃる、もちろんいらっしゃる。そうなんですか。もちろんいらっしゃる。久しぶりじゃないですか、つぶやきを拾って。もう数ヶ月ぶりとか。数ヶ月どころか、もう年内やったかっていう。やってないですね。2021になってやったんか。やってないですね、ぐらいのレベルだろ、はい、とにかく、ちょっとやってみたいと思います、はい、そうです、ね。あとね、多分ね、いろんな、例えば、なんか俺が出てた、なんかとか、はい、でも、ハッシュタグ浦坂つけて、ちゃんとのにつけてくれたりとかあると思うんですけど、リッキーさん、長岡さん、第1子7月におめでとうございます。そうですね。ありがとうございます。おめでとうございます。パパ。ありがとうございます。なります。7月に。7月4日。もう、まだ分かんない。男の子、女の子とか分かってるんですか。そう、この間の検診でそれが分かるって話だったんですけど、あれだったんですよ。やっぱね、へそので、はい、なんかね、見えなかったって なりましたよ。確率的にもまだ分かんないの、全く、うん、ゴブゴブなんで、ゴブゴブっていう話。そうなんですね。まあ、見えないのか、まあ、ないのかっていうことで、まあ、女の子なんじゃないのっていうような先生の話ではあったっていう。へ、でもまだ隠れてるかもしれないから分かんない。そうへ、これどうなんですか、名前とかってある程度もう男の子だったらこうしようかな、女の子だったらこうしようかなって決まって、これがパッと思い浮かんだりするじゃない、はいはい、で俺思い浮かんだよ、俺歩みって名前でしょ、はい、いやってなちょっと待って、違う KW 来てます朝礼の KW 来てます。俺36年間やってきたら違ったんだよ。いや俺の名前でした。そうだ、今歩みって名前にしようかなって言うのかな。いやそういうことね、子供をね、男でも女でもいけるから。いや違うのよ、歩みっていう名前だから、はい、例えばじゃあ男の子から、はい、かけるとかどうかな、親を超えろ、走るかけるっていうのかっこいい。でそれこそ桜井翔さんの翔で、ね、はい、やってみたらいいなと思って。いいじゃないですか、パッと思いつくで、自体も長岡かける翔はかっこいい。ですぐ姓名判断、まず無料のなんかネットみたいなので、はいはいはい、やってみたら、うん、なんかもう大々吉。おお、違う吉ね。違う大々吉。大々吉。大々吉とか出てきた。私たちも。いやそうだ、吉はそうだ。大々吉、俺吉と今日言えない。なぜなら眠いから。南部さんと一緒。俺たち眠い。みんな眠いね。君だけだ。ラジオ喋ってちょっとハイになってますから。いやそういうことじゃない。長岡さん元気ですから。元気やってます。いいじゃないですか。だからじゃあ来年今日みたいなのが出て、はい、ああちょっとあかんのかみたいな、なんか結構ねサイトもいろんなの見ていくと、はい、こっちではいいけどこっちであかんみたいな、最後どこ信じんのみたいなとこになってきたりするから、ちょっとそこも今止まってて、じゃあ、まあ、男女分かってからちゃんと考えようかみたいな状態になったりはしてますけど。そうなんですか、楽しみですね。まあ、あれあんの、なんか愛、加藤愛の愛って、はい、なんかあんの、その由来というか、確かですけど、うん、なんか最初は、うん、まあ、辞書の一番最初に載ってたからみたいに言われたんですけど、もっとあるだろうって。なるほど、愛ね。そう、でももうちょっとなんかないのって言ったら、誰からも愛されるように、そして私もみんなのことを愛するようにみたいな意味があるって言ってました。素晴らしい、素晴らしい、そんな加藤愛の、はい、手押しクイズ第2問。
反響すごかった。反響がすごかった。はい、ハッシュタグ浦坂で調べても一言も書いていない。手拍子クイズ大丈夫だったかな。第2問を今日はお送りしたいと思いますので、ちょっとよろしいですか。前回あのヒントを出さないと当ててもらえなかったので、今日はちょっと南部さんの目がとろんとしているということで、もっと分かりやすいことを。みんな頭使うよ、ビチッと答えよう。やります。お願いします。いきます。南部さん編です。お願いします。ボケ分かった。え、もう俺全然分かった。私と一緒だね。違う、何だと思った。湯のまりさんと同じリズムだったんですけど。違う、それは一緒だよ。自分の凝り固まっちゃってる。いや、あ、俺あれ、どうぞ。